ばいやばいやばい、超綺麗だよ、やばいやばい、これで OK なの、え、普通にやばいやば、やばいやばい、普通にやばい、1993年7月30日生まれです。大型です。好きな食べ物はネバネバして食べ物が好きです。嫌いな食べ物はトマトとかあんことか、あとお刺身が食べれないです。尊敬する人はやっぱ女優さんで言ったら同じ事務所の石原さとみさんをすごい尊敬しています。一番行きたいところはですね、まあ、身近なところだとディズニーランドとかディズニーシーに行きたいのと、あと国だったらハワイとかグアムとか、あの海があるところを巡りたいですね。将来の夢は女優さんになることです。私のここを見てほしい。あー、なんか初めてなんですけど DVD も出すのがなんですけど、なんかちょっと AKB の宮崎美穂っていうので一回見てほしいのと、あと普通に AKB の宮崎美穂じゃなくて本当に一人の宮崎美穂っていう女の子としてこの DVD を見てほしいですね。はい、出せてると思います。
浮いてました。あれ私も、いや、外もありますよ。あれ、切り切り、これは難しい。あ、切り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 、あんまり買ったことないんで分かんないです。ハムちゃん買ってましたよ、うん。あ、ちょっとそこに立ってこの辺この辺です。ちょっと横に持っちゃう。熱湯、熱湯、熱湯こましょう。熱湯風呂、熱湯こましょう。頑張れる。いけ。じゃあ氷あったらいい。全然ぬるくはない。プラス、その前から水いっぱい入れたもん。多分すぐぬるくなっちゃうから。入れない方がいいよね。これで頑張ってもらってぬるくしてった方が。寒い。寒い、どっちや。入れなくなる。あ、ちょっとこっち見てから。じゃ遠目から。
ますコメントとかそういうんじゃなくて普通に美味しい。食べた。食べるよ。うん。明日食べる。早いね。塩コショウでけ。こんなでけて。超美味しい。ミャオの焼きそば作り。一つに決めてないんですけど、でも諦めないって言葉はすごい大切だと思うんで好きです。クマみたいな犬が好きです。オフだったらその日によるんですけど、私結構時間を無駄にしたくないタイプなんで、すごい朝から起きて遊びに行ったりしますね。得意教科は、まあ、でも不得意な教科と特にないんで、まあ、強いて言えば数学ですかね。やっぱり数学はちょっと理解不能なこと。理解不能。はい、理解不能。二次方程式とか全然知らないですね。聞いてもあ知らない。漢字2文字なんだろう。上下アップダウンが激しいみたいな。なんかアップダウンが深い、はい、ちょっと深いんですけど上下って大事にしている友達かな。やめられないもの、なんだろう。半身浴、なんだろう、これだけやめられないもの。ホラー DVD 鑑賞かな。
個借りてきて当たり外れがあったんですけど、でもずっと見てました。私が一番こう面白いなと思うのはあのミラーズとか、あとあの日本のアメリカの着手ありの、 あのワンミスコールってやつがあるんですけど、それをぜひ見ていただきたいですね。昭和、あのお台場って感じですね。昭和昭和イコールお台場ですか、ね、はい、あのお台場にお台場小本舗みたいな、お台場一丁目五丁みたいな、そういうところがあるんですけど、そこすごいリアルなんですが、お台場ってイメージあるの。昭和って宮はなんかいいイメージで昭和の良さが漂ってるってよく言われるんですけど、はい、それについてどう思うんですか。嬉しいですね。でもあどうなの、分かんない。でもはい、ほら、すごい学童に感じたんですけど、その時すごい特技だったんですよ。はい、余裕です、これは。Thank you.
結構厚くんでたよ。大好きでしょうがないっていう宮崎さんじゃないですか。はい、今回の鉄塔見てどうですか。今回の鉄塔はそうですね、やっぱ東京と比べると結構ちょっとモチベーション下がっちゃうんですけど、でも沖縄的にはすごいいい鉄塔だと思います。鉄塔のどこが好き。鉄塔のそうですね、スラッと高いところ、あとちょっと色合い、グレーな色合いが好きですね。あ、じゃあ、あれ何点。そうですね、でも結構沖縄だったら82点ぐらいいくんじゃないですかね。はい、結構鉄塔で高いんで。じゃあいつもの決め台詞の鉄塔ってちょっと言ってもらっていい。はい、鉄塔鉄塔鉄塔。
だろう、好きな四文字熟語。わかんない、考えすぎて織田信長しか出てこないんですけど。すいません、考えすぎました。小野エレナちゃんとか指原莉乃ちゃんとか鹿野莉奈ちゃんとかですかね。どうしても言いたいこと、エレピョンはなんかメールを返してほしいです。なんかちょっとメール嫌いなんですけど、彼女はぜひメールを返していただきたいってのと、指原莉乃ちゃんにはなんだろう、なんか指原さんはよくわかんないんですけど、自分のことをアピールしてほしいですね。
キューブじゃないですか。あと3つ。わかんない。揃った。オレンジ揃いましたよ。あ、本当ですか？これなんか、そう。揃った。でもやっぱ劇場公演が一番楽しいですね、やってて、うん、はい、ホーム
大声ダイヤモンドとかなんですかね、やっぱちょっと、はい、初めて選抜入りした曲っていうのもありますけど、あの曲的にも多分一番好きですね。森へ行こうってやつなんですよ、ひまわりセカンドの10曲目かな、森へ行こうって曲です。好きなところですか？プラス思考のところですかね。嫌いなところはすごい秋っぽいところですね。秋っぽい適当とか、うん、そこら辺ですね。すぐ飽きちゃう。すぐ飽きますね。最近何飽きちゃいました？最近ちょっとあの勉強してたんですけど、あの2分でやめました、はい、自分はね秋っぽくて適当だけど大人みたいな。考えは大人です。考えは大人ですか？はい、真剣な時になるとすごく大人です。結構初めてのスタッフさんとかも多かったんですごい不安だったんですけど、でもこう初めて私沖縄来たんですけど、その沖縄のいいところを教えてくれたり、あと本当に沖縄の海をで撮影させてもらったり、すごい楽しい3日間になりました。そうですね、なんかもうよく私湘南とかに行くんですけど、あの海の色がまず全然違かったんで感動しましたね。まず写真をたくさん撮りました。宮尾さん、はい、今回ちょっとファースト DVD ということでタイトルをファンの方で募集しようと思うんですよ。おお、はい、どうですかそれ？素晴らしいと思います。今までいないパターンです、まあ、僕ら考えるとただやっぱり宮尾になっちゃうんで、どんなのが来ると思います？どんなのが来るか、うん、みんなが思ってる宮崎美穂のイメージをみんな考えてきてくれるよ。生意気なんとかみたいな、なんとか生意気みたいな、生意気なんとか。どんなのがいいですか？長いの文が長いのがいいです。これ最終的にミャオが選ぶのでタイトル。お、本当ですか？で決まったやつはパッケージの外に名前を、はい、その人に名前を書こうかなと。マジですか？ミャオだったらどういうのつける？でもなんかもぎたてフレッシュフレッシュみたいな、そういうの嫌です。あのフレッシュななんとかとかは嫌です。そうですね、でもなんかちょっとひねりが欲しいです。私的にやっぱ面白いのがいいです。うん、インパクトのあるやつを募集したいですね。そうだよね、はい、ちなみにこれまだファーストだけど、ファーストってことはやっぱりセカンドもきっと来るはずなんですよ。はい、セカンドではどういうところ行きたいですか？海外出た、うん、海外行きたいです。トルコとか？
トルコとか、イランとか、イラン、エジプト、うん、セカンドだったらグアムとかハワイ行きたいですね。あ、グアムとかハワイとか、トルコとか、トルコ、エジプトとか、エジプト、イラン、そうですね。じゃあちょっと最後、全部トータルの締めとして、はい、ある意味この、なんですか、観覧車も鉄塔だと思うんですけど、はい、どうですかこれ、鉄塔やりますか、うん、最後。を見てですね、AKB の研究生を募集したんで受けてみようと思って受けました。たくさんオーディション受けてたんですけど、その前にも。でも、はい、それ AKB に受けようと思ったのは自分の意思で受けました。歌、そうですね。でもなんかこう学校でやる合唱とかが好きなんじゃなくて、そういうなんか歌謡曲っていうんですかね、そういうのが好きです。学校終わって普通に帰ってくるじゃないですか。で、 お母さんとかお父さんが仕事でいなくった時とかに、あの5時ぐらいってちょうどニュースやってるじゃないですか。で、ニュースでちょうどなんかスポーツコーナーやる時にその歌が流れてたんですよ、その倖田來未さんの歌が。で、それを毎日毎日ずっとそのスポーツコーナー見てたら覚えてって感じですね。大事な時になんか分かんないけど、家とかそういうプライベートは絶対泣かないんですけど、なんか AKB のすごい大事なことは泣きます。すごいあんま泣かないんですけど、唯一泣いたのが電車に乗れなかったことに泣きました。乗り換えだったんですよ。で、こっちの電車がついて、でも猛ダッシュで、もうやばい乗り換えやばいみたいな感じで普通に猛ダッシュ走ってて、でも発車しますみたいな、階段下がったら発車しますみたいな感じだったんで、やばいと思ってもう超ダッシュ走ったんですけど、私の目の前にドアが閉まっちゃったんですよ。でそれで泣きました。うわって思っても泣いて、もう次の電車来たんですけど、もう席ガラガラだったのに座らないで泣いてましたね。たくさんの、宮崎さんの顔が映ってるんで、もう一回見てください。ありがとうございました。